北東地方神奈川県川崎市川崎区駅前、本町駅前本町は神奈川県川崎市川崎区の町名である。住居表示は実施されておらず、町名は設けられていない。面積は147,825.4平方メートル。郵便番号は21007。川崎区の北西端に北東から南西に細長い町域を持つ。北西は JR 東海道本線の線路を挟み航空に接する。南東は国道409号から京急川崎駅にかけての京急電鉄の高架橋がほぼ町の境となり、京急電鉄南東側の川崎大輔から新川通りにかけての一角も駅前、本町の町域となる。町内に JR 川崎駅と京急川崎駅バスターミナルがあり、 交通の要衝であるとともに、隣接する砂子と合わせて、市内有数の商業集積地を形成する。川崎駅の駅ビル、アトレ川崎、川崎岡田や、ボアーズ、川崎ダイス、地下街、川崎アゼリアなどの大型商業施設のほか、砂子1.2丁目の境は、アーケード商店街、銀座街、銀流街となっている。 バスターミナルの北側には、川崎市立川崎図書館などが入る高層ビル、川崎駅前、タワーリワークが1994年に竣工。町の北部は飲食店や予備校が多く、北端は自動車教習所、関東モータースクールとなっている。1964年に、土地区画整理事業に合わせ、川崎市砂後、砂後一から二丁目、堀川町、古川通 南河原、東にから三丁目の一部から設立された。1966年に、京浜急行の高架化が完成し、すでに完成していた駅ビル川崎とともに、川崎駅東口一帯は大きく、印象を変えることとなった。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は、 以下の通りとなる。ありがとうございます。